さあ、世界同時キャンペーン前半戦が終わろうとしているさなか、皆さん、ドッカンバトルでは何してますか？いつもありがとうございます。ウスボンバー、徳島のコンブキンです。本日もドッカンバトルやっていくんですけども、ちょっと今回の動画はですね、ちょっと皆さん、チート級の編成、ちょっと紹介していこうかなと思いますので、ぜひね、最後までご視聴よろしくお願いいたします。いきましょうか。で、ニューキャラのね、この合体ザマスをリーダーにして、とある編成がね、もうものすごくチート級に強いということで、はい、そのチーム編成とはこちらでございます。はい、このチーム編成マジでチート級、うん、で、極限しましたゴアさんのザマス、これディフェンス 70% 上げてくれますね。はい、で、マジュニア、これがね必殺打てば打つほどめちゃめちゃあの効果力ですし鉄壁になるということ。ちょっとごめん、2番目か、そう、うん、はい、そういうことです。はい、で続きまして、これセル完全体フェスゲンのセルですね。うん、で激怒もついてます。であの変身で、セル完全体になりますと回避もしてくれます。ありがとうございます。で、共演しました変身ザマス、もうこれも鉄壁ですね。はい、で共演しましたセル完全体ということで、このチーム編成がゴリゴリにチート級に強いということでござんす。あ、何、あ、毒入れる、あ、そっち入れる、あ、ごめんなさい、今会社の駐車場で撮影してます、ありがとうございますで、あのこのセル完全体はまだね、あのパーフェクトセルにちょっと進化してないんですけども、 HP40% 以下の時にね、あの HP 全回復してきて、ぶち壊れになるということで、で今来てるのがね、願いの逆流、弱流誕生のスーパーイシノンの最終戦で、アイテムの状況なんですけど、ここまでノーアイテムできてます。はい、でサポートメモリーも持ってきておりませんありがとうございます。はい、でもとりあえずウィズ使いましょう。でゴアサンドザマスもね、まあ、回避してくれるということで、ただね、ちょっとね、あのリンクはね、あ、噛まないですあんまり噛まないです。まあ強いです、まあ、ここまでノーアイテムで来れてるっていうのがマジで奇跡というか、僕のチーム編成がマジで強いんだ本当に。うん、ご威力仲いい、あ、いけるやん、あ、ウィッツ使ってるから、うん、大丈夫でございます。いや、ここまでノーアイテムで来れるチーム編成ったらあるのかな。いや、あったらこの、まあ、あれだわ、コメント欄にてちょっとコメント記入よろしくお願いいたしますなんですけど、教えてほしいわマジで。うん、いや、これ初めてですもん、このスーパー EC のやってきてここまでノーアイテムで来れたっていう。ああ、さあ、苦手属性な合体ザマスでさえウイス使ったらね、通常攻撃2桁台でございますが、うん、ね、HP 回復もしてくれるしね、うん、なかなか強いでございます。もうこのチーム編成でどこでもいけるんじゃない、回避をするんですよねゴアサンドザマスマジですげえなおい、うん、今何分、7時40分ですわ、7時40分、あと10分で仕事始まり、20分か、20分で仕事始まりますけど大丈夫でしょ、そこはいら、大丈夫やわ。やっぱこの変身ザマスの横には合体ザマスよねっつう話、つう話、つう話、どこで異業界になろうかなっつう話、つう話、そういうことでーす。あ、ドッカンゲージかな、ドッカンモードかな、まあええろ、うん、じゃあ行くよ、うん、行きましょう、ここは大丈夫です。私の合体ゾーンはそうだ、無凸でございます。で前回のあの茶マス狙ったガシャ動画見ていただいた方ありがとうございました。いやーね、茶マス出ませんでしたわ。まだ見てない方は、まあ、見ていただいて何が出たか、あ、ぜひね、あ、ご覧になってくださいでそのさっき答え言うだけどいや、まあまあ見て、まあ、ぜひ見てください。お暇な方はぜひ、ね、今ちょっと落ち着いたね、うん、セル回避するでしょ。このチーム編成ほんまにやばいんだって。最後らへんちょっと異業界に変わろうか、この変身ザマスな、うん、さあこれが今、あ、2段目か、最終戦2段目でございますね。ちょっとクリアタイム、そうそう気にせんといてな、あれだわ、途中で車運転したから、うん、仕事行く前にここまでこぎつけて、ほんで、あの出勤したから、車運転中はさすがにね、
うん、できないんだわ、うん、捕まったら嫌だから、変な点数変なお金取られるのも嫌やし、うん、ほんまもったいない。もうそれやったらね、え、今罰金なんぼなんだろう、その2万ぐらいかな、どんだけ流石買えるの。基準流石です、ね、基準は流石です、ありがとうございます。余裕やんこのチーム、エンゼどこでもいけるで、いやほんまに、でスピー回復するし、パーフェクトセルも変身するまわないし、うん、セル完全体か、うん、じゃあこういきましょう。あ、ドッカーモードやん、ドッカーモードな。で、フレンドさん2時やからワンチャン、まあ、あれだわ、あれ開始、うん、出してくれて、ちゃんちゃんで終わり。ちょっと待って、追いつかったな、うん、使ったよし、行こう、レッツゴー。スーパーイーシンロンの異常の高難易度イベント、今後ね、あれかいしねえや、今後ね、まあ、究極のルートゾーン絶望の未来編で飛び交ってくるかとは思うんですけども、まあそれも非常に、うん、楽しみですわ。世界同時キャンペーン後半戦非常に楽しみです、うん、暗い編はアホ、暗い編はバカ、虹の合体ザワスをなめへんじゃねえぜ。あ、結構食らってるわ、ごめん、気を見せてまあええわ、ドッカーモードで蹴散らしてやるぜ。はい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 、君のハートは合体ザマスカタパルト。最近あれやな、ドッカーモードとかドッカーモードの7押す時の言うことがなくなってきてしまって困ったもんだぜ。会心出たけどもやな、もう一発、あー通常攻撃だわ、やらしいぜ、綺麗に終わりたかったのにね。まあそうだな、次のターン異形かぶちかましましょうか、異形かぶちかましてもいいんじゃない、いいんじゃない。もう私の会社にね、外国人がえらい増えた、ミャンマー人が5人ぐらいで、ベトナム4人、もうなんか私の会社グローバルになってきたんで、そろそろ首切られんかなって心配になる。ほんまに辛いわ、クビになった俺何しようよ、何してないよ、お前無駄に返すんで、グローバルになったら何しよう。じゃあもうここでとりあえず、そう、うんうんうん、え、うん、いや、カットケイ、カットケイ、フィールド展開、うん、はい、あんまありえん、お前も異形か、変わっとけ。これって技玉取って取ってやったっけ、向こうか、速度技変化で、え、変化で全員、あ、いけるやん。じゃあこうで、まあ、木玉の通りを良くしてくれるってやつやな、はい、OK です、はい、レッツゴー。あ、ちょっと待って、俺今日朝礼あるかもしれん、まあ、まあ元強いからね、1000万は叩き出さないけども、まあ飲んでも880、まあいい感じですね。くらいへんわ、いやマジでチート級じゃな。でまだウィスの効果効いてるしね、だから次のターンウィスの効果切れるけど、まあ大丈夫よね、うん、何か大丈夫か、俺はやばい、今日朝礼あるかもしれない、まあ、えっか。朝礼あるとき7時50分に朝礼ある。まあ、1600万円。いいね。さあ、もう一発打ってくれ。会心ともう一発や。はい、会心。おい、1800万円。余裕や。おい、ジャークリュー、あんだけ苦労した、お前。ジャークリュー誕生スーパーイーシンローがぬるげになったで。というところで、まあ、今日はね、このチーム編成が、まあ、チート級だぜっていうところを皆さんにお届けし、できたかと思います。まあ、ぜひねこのチーム編成できる方はですね、チーム組んではこのジャークリュースーパー EC のワンチャンノーアイテムで今生きるんちゃうんかな、ノーアイテムはさすが無理か、うん、まあ、ぜひ、ね、使って遊んでみてちょうだいというところで、最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。